ゆうちゃまのひとりごと。感想動画、松本まりかクリスマス24時間生テレビを語ろう。どうもゆうちゃまです。女優の松本まりかさんがアベマで放送された企画ですね。企画を説明すると、24日クリスマスのイブから25日クリスマスの夜にかけて24時間でドラマを撮っちゃおうっていうハードな企画。しかも生放送ですよ。女優さんとしては見せたくない部分もあっただろうし、そういう全てをさらけ出す企画、本当に恐ろしい企画だなと思いました。ずっとカメラが回ってるわけですよ。僕は松本まりかさんのファンなので、もうね、企画を聞いた時はすごく嬉しかったです。ファフナーもこう見てましたし、ホリデーラブであったり、6番目の最後であったりね、応援してたのでね、こういう企画で主演を張るっていうのはすごく嬉しかったです。実際こう放送された時もリアルタイムで、真夜中だったり早朝だったり、ちょくちょくね見させていただいてました。で、全部はねちょっとねいろいろあって見れなくて、アーカイブ配信で全て視聴しました。前置き長くなってしまいましたが、ここで感想です。松本まりかさん、本当売れてよかった。こんなに努力してる方、もちろん役者さん皆さんたくさんの努力をされてるんですけど、そんな中でもちゃんとこうこの企画で日の目を浴びて、ファンとしてはすごく嬉しい限りです。なんかドラマの中ではそれぞれの年齢の違った、なんか24歳とか26歳とか、それぞれのこう年齢を重ねた役を演じられるんですけど、まりかさん役作り大変だったと思いますし、長時間のドラマ撮影や事前に撮った同窓会であったり、料理企画やトーク企画、もうたくさんの企画があってね、24時間楽しませてもらいました。なんか松本まりかさんで24時間埋め尽くした企画、本当に大女優さんですよね。それに駆けつけてくれた6人のサンタやゲストの方々、スタッフ、制作陣、たくさんの人の支えで番組が出来上がってるんだなって、そういうなんか作り上げていく姿を映像を通して見ることができて、本当にこうゆうちゃんは幸せだなって思いました。なんかね、こういうのをねまたやってほしいなって、心から思います。なんか前回は田中圭さんで、今回は松本まりかさんということで、次回誰になるんですかね。なんかちょっと野村周平さんはあるのかなって思ってます。またねこういう企画めちゃくちゃハードだと思いますけど、違う人で見たいですよね。次は、次はどんな企画が待ってるんでしょうか。本当に鈴木おさむさん、最高の企画ありがとうございました。松本まりかさんをもっと好きになる企画でした。もっとこう有名になりますように。それでは。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。